そっちの整理を任せてもいい？僕はこっちの荷物を片付けるよ。君との訓練のおかげかな。最近はこういう大きな荷物も持てるようになったんだ。あれ、どうしたの？チェス盤？誰がこんなところに。うん、いいよ。弊社の掃除が終わったらルールを教えてあげるね。よし、そうと決まったらさっさと掃除を終わらせちゃおう。よし、また僕の勝ちだ。ごめん、つい夢中になっちゃって。昔から頭を使うのは好きだったし、こういうのは結構得意なんだ。でも本当に困難な状況じゃ、こんなのはきっと役に立たないし、ちょっと座学の成績が良くたって戦闘があのざまじゃ。アルレルト、アルレルトはいるか。は、はい。アルレルト、貴様に用がある。うん、助かるよ。アルレルト、何をしている。ついてこい。あ、はい。お前は早く寮に戻れ。最近はおかしな噂も聞くしな。森の方で時折不気味な声が聞こえるらしい。正体は分からんが、夜間の外出は控えた方がいいぞ。